今日みたいな天気の日は島の空気がいつもより美味しく感じられるわ。だってば。それ島の空気じゃなくてジュース飲んでるよ。皆さんこんにちは。ただいまのアイナトーの時刻は2020年5月14日木曜日の午後5時26分です。では本日のお知らせです。今日アイナトーにカジローさんという方が新しく引っ越してこられました。そう、カジローって何なんやろ、誰なんやろ。カジローって何何にかけてるの、かじるってこと。ようこそカジローさん、住民一同新しい仲間を歓迎いたします。それでは本日も良い一日をお過ごしください。はい、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、てことで今日はさ、なんかカジローとかいう子が来たっぽいんやけど、お、大事な人アイナくん、なかなか面と向かっていないからメッセージカードに思いを託すよ。君に会えて本当に良かった。キザな奴だって笑うかい。構わないさ、どう思われたって僕の気持ちに偽りはないからね。まっすぐなライオネルより。そんなことよりプレゼントを入れてよてかカジローっていうのがどういう子なのかがすごく気になるんやけど、これよね、家。え、なんか外観はすごい可愛い。なんか森の中に立ってそうじゃない、ロッジって感じ。私的には予想は渋い男キャラやと思うんやけど、どうでしょうお邪魔します。お、リス、うわー、顔もっと可愛い子にしてよーねー。お、おめえこの島のやつか。俺はカジローってんだ。今日この島に引っ越してきたばかりでよ。見ての通り、まだ二ほど日が終わってねえんだ。今日は片付けだけで終わっちまいそうだぜ。島を見て回るのは明日かな。き。ものすごく、くっきりとしたお顔ですね。できる限り荷物は減らしてきたつもりだったが、結局片付けに追われる始末だぜ。今日はおめえの相手できそうねえから、また今度来てくれよ。き。カジロー。まあ、リス、かじる、そういうこと。そういうことかな。ああ、ちょっと後ろ姿でおって思ったけど、やっぱり、あれだね。なんだ、なんか大集合だな、どうした。え、なんか今日ベンチや、ベンチ。なんかね、あの丸い椅子ならちょくちょく見よったけど、今度はベンチなんだけど、なに、誰が出してるの案内所の二人かな。なんか設置しなくてもこういう風に案内所前にはいろいろ置かれるの、まあ可愛いけどね。おや、あやなじゃないか、だってね。お話しして。まだまだ今日はこれからだよね。あんたもそう思うだろ、だってね。なんかそれ葉っぱのマーク書かれとったらさ、緑茶かなんか飲みようかなって感じが。おし、やってるか、の心。お話ししよう。体動かしていい汗をかいた後はちゃんと着替えるんだぞ。体を冷やしちゃ意味ないからな、の心。ん、なんか、シャンティはおしゃれなもの飲んでるね。何それ、ラッシーかなんかかな。うふふ、お元気そうね、だってば。話しに来たよ。ね、めっちゃおしゃれじゃない。今日みたいな天気の日は、島の空気がいつもより美味しく感じられるわ、だってば。それ島の空気じゃなくてジュース飲んでるよ。ふふ。やっほー、エナちゃん。今日も元気いっぱいじゃん。あは。おしゃべりしよう。知名度アップのための顔見せ散歩は、ついさっきミッションコンプリートしたよ。下積み時代って大事だからね。あは。何それ、そんなことやってんの、モニカ。みんなのところに挨拶回りしようかな。はい、住民挨拶キャンペーン。たぬきマイル 200×2 ゲット。ってことで、今日はシャンクか。ね、なんかみんな大集合で可愛くない？いらっしゃい、ゆっくり見てってくれよ。ふんふん、あ、学校の上履きやん。なんか最近さ、女の子でも青かったりとかするよね。私らの時は完璧に女の子は赤で男は青って感じやったけど、バレーシューズなんか可愛いような気がしなくもない。キッズソックス、うん、どうかな。フェイクファーバッグ持っとるよね。蓋付きリュック、これちょっと可愛いかも。はい、買います。あとはシンプルにこの黒いソックスは、これこれこれ、サッカーソックスなんや。へえ、買います。おし、おし。ぐらいかな、今日は。あとは、で、スリッパ、スリッパも買おう。うん。一
応買っておこう。はい、じゃあ今日はこれぐらいで大丈夫です。オッケーオッケー。いや、他は大丈夫。よし。何この大集合な感じ。すごい可愛くない？ほら。いいね。良きだね。さあ、今日は、いらっしゃいませ。ませ。たぬき商店、ようこそ。ようこそ。これ、教宅かな？あ、教宅やね。なるほど。なんか、あのタンス棚この間もあったよね。この、中華な感じのやつ。あ、でも今日はなんかそんなにないかなーって感じかな。お金もちょっとないかなーって感じやし。つら。ってことで、あ、ちょっと待って。まだまだかなー。花。私スマホのリメイクのやつとかも買いたいなと思うよね。タヌキ開発マルチメディア端末タヌポートでございます。1日1回のタヌポートへのアクセス特典マイルを付与いたします。7日以上連続ボーナス300マイル。さあ、ご利用になりたいサービス。ちょっとタヌキショッピング。物干しスタンド。なんか若干黄ばんでない？気のせいかな。物干しスタンドっていうかなんかこれ、なんか雑巾掛けみたいじゃない？どういうサイズ感なんやろ？めっちゃでかいってことこれ。だって服とかかかっとるもんね。超かかっとるもんね、なんか。外に置きたいなとは思うけど、なんかもうちょっと白くならんかな。とりあえず買っとこ。とりあえず買っといて、リメイクとかできるんかな。届いたら見てみよう。はい、たぬきマイル交換。んで、ヘアカラーっていうのもあるけど、スマホケースリメイクキット。スマホケースリメイクキットは1800マイルになります。交換いたしますか？します。商品の交換を受け付けました。商品は郵送でご自宅へお届けします。あ、これも後日なんや。その場でかと思った。違うのね。オリエンタル、丸太。なんかここのね、柵だけいつもちょこちょこ変わりよるよね、デザインが。あとは、おしゃれヘアカラーベスト8。あ、なんか、来月ぐらいかな。来月ぐらい、なんか夏になったら、ちょっと明るめの髪色にしたいみたいな。髪色が多分増えるんやろ、あれ。ヘアカラー。良きかな。ってことで、しずえさん。まだまだでしょうか。結構花植えたんだけど、どれぐらいまで増やせばいいんかな。あら、えなさん、お疲れ様です。本日はどのようなご相談でしょうか。まあ、コメントが変わっとるとかでもいいけんさ、島の評判について。アイラ島の評判をお知りになりたいんですね。現在のアイラ島の、あ、やったー、三つ星達成、嬉しい、めっちゃ嬉しい。最近話題の島として安定的な人気が出ている状況です。具体的に寄せられたご感想の例を読み上げますと、アイラ島、いい場所だって最近よく耳にするんだ。機会があれば行ってみたいよ、け、お、これは、け、叩きけ。だよね。それはそれはもう来ていただかなければ、とのことです。ちょっとちょっと、今の当初、最後の前に K って書いてあったんだもん。びっくりした。何気に聞きよんやね、話。え？書いてありましたけど。それ、多分。いや、絶対。本物のトタケキさんからのメッセージだな、もん。え？気づいてなかったよね、しずえさん。すごいじゃないですか。とうとうトタケキさんご本人にこの島の存在を知ってもらえたんですね。しかも、機会があれば行ってみたいって書いてありましたから、ご招待すれば来ていただけるんじゃないでしょうか。嬉しい。そうだもんね。ライブのオファーをするなら、今がチャンスだなもん。よし。そうと決まれば。お。早速オファーするんすか。あ、もしもし、こちら、トタケキ様の番号でお間違いないでしょうか。なんで直接の電話番号知ってるの？事務所とかじゃなくて。私、アイラ島にあります、タヌキ開発の。あ、そうです。そうなんです。この度はトタケキ様から貴重なメッセージをいただきまして。それでですね、実際、アイラ島に関心をお持ちいただいているなら、ぜひ一度、トタケキ様をご招待できればと。はい。はい。は、
本当ですか？ありがとうございます。はい、では詳しいことはまたすぐにメールで。住民一同楽しみにしております。よろしくお願いします。お、来てくれる？もしかして、お、来てもらえることになったんだもん。やったね。まあおめでとうございます。最速だと明日もありえるらしいけど、スケジュール調整してまた連絡をもらえるそうなんだもん。ふんふんふん。アイナさん、おかげでついに目標が実現できることになっただもん。ライブの開催日にはまた放送で告知するから、アイナさんもぜひトタキキさんライブに参加してね。やったやん、トタキキやってくるやん。やったね。やったね、超嬉しいぞ。みんなみんなトタキキがやってくるよ。着替えてる。トレーニングは終わったんすか？そういうことすか。おしゃれな服でも新調しようかな。やっほーい。いらっしゃい。手作りファッションの店、エイブルシスターズへようこそ。なんかさ、ここで作りおるからさ、ないやつもいっぱいある気がするんやけど。そろそろ暖かいというよりも暑い日が増えてきましたね。衣替えの時期やから、私もいつも以上に頑張って、たくさん服をこしらえないと。張り切ってるね、あさみさん。私もいっぱい買っていくからね。試着室を使いたいのね。どうぞ。さあ、今日もいい服はあるでしょうか。ツイードジャケットかわいい。かわいい。あれよね、思ったけど私あんまり女の子、でも女の子っぽい服買っとるっちゃ買っとるか。なんか中性的な服が多いような気がしてきた、自分。買うの。なんかこういうのさ、ミーの服とかにありそうじゃない？なかったっけ？魔法使いのローブかわいい。かわいい。これこの間のさ、ケイトさんの時の、舞台衣装みたいな？あれでいけたんじゃない？いいな。アンティークなブーツもかわいい。どうしよう。魔法使いのローブそのまま着てもかわいい。あ、かわいいな。かわいいな。うん。これはなんかね、ハンチングはちょっとね、ぺったんこすぎてあれなんよね。あれなんすよね。この辺アンティークなブーツとかで。こんな感じかな、とりあえず。じゃあまあ今回はこの2点。高えな。え、ちょっとびっくりしたんやけど、高えな。なるほどね。魔法使いのローブが高いんか、4000ベル。ひぃ。いや、でも買っていきます。はい。いいね。とってもお似合いやわ。おおきに。もともと身につけたものはお家の収納に送っておくわね。まあでも可愛い服だから満足。おおきに。またどうぞ。言うてまた私の服装は日々変わっていくのだろうけれども。何やってんの？今度はヨガ、あ、ツンドラさんか。モニカかと思った一瞬。お元気そうね、ならだわ。お話ししよう。そんな服着とったっけ？あなた、今日はどんな過ごし方を？いつものルーチンを思いっきり破って何か冒険してみるのもいいわよね、ならだわ。なんかいつもと服装違うよね、多分。多分。なんかさ、水色のドットの服着てなかった？違ったっけ？で、モニカが花柄の服やったよね。あったあった。じゃあこれで。見つけてくれて超嬉しい。テレビのコマーシャルやってる時って超暇じゃん？その時にレシピがひらめいたの。独り占めするのはもったいないから、瓶に詰めて拡散。作ったらみんなに自慢して。キュートな職人、巻きバスター。巻きバスター。ログハウスの壁。これは覚えてないやつやね。ログハウスの壁のレシピを覚えた。やったね。どんどんレシピが増えていくぜ。あ、てことはもう、あれか。自分の思う通りに。お、なんか見よる。無理やりではなく自分の思う通りに花を増やしていけばいいということやから。ね。結構自由に作っていけるかな。どうも。何？調べ物？虫図鑑か何か？なんか、カマキリみたいなんとか、クワガタみたいなの映ってない？駅のせいかな？いらっしゃい。どうぞくつろいでくださいね、タフン。話しに来たよ。私、早くこの島に馴染みたくって、皆さんのことを知るために、いろいろ尋ねしてるんですよ。え、もう、結構前からいるから馴染んでない？
仲良くなるには相手のことを知るのが一番って本に書いてあったので。そうですね。例えば、映画はどうでしょう？アイナさんはどんな映画が好きなんですか？ダフン。映画ね、歴史ロマン、ファンタジー、ラブロマンス、それ以外映画は見ない。どれでもないな。どれでもないな。でもこの中で強いて言うならラブロマンスやけど、ラブロマンスって言い方もなんかあれやね。普通に、でもラブコメの方が多いかも。それ以外。ほ？どんな映画が好き？なんて言うんやろ？ミステリーとかかな？はい。ミステリーで合ってます？たぶん。うんうん。ミステリーですか。映画に詳しいんですね。ちょっと興味が出てきたんで、ミステリー、私もチャレンジしようかしら。たぶん。お、それはおすすめ。うんうんうん。ミステリーとかサスペンスとか？なんかそういう系統、ドラマとかでも好きやしな、私。あれかな、マミーさんが馴染めんって思っとるとしたら、多分、唯一の子持ちだからということ？みんなと合わなそうな部分は。え、バラ飾っ、あ、飾ってる！え、そんなとこ？どうして地べたなのか。これをちょっとずらしてさ、横に置くとかそういうことはないの？私が思ってた感じと違うんやけど。それかさ、こっちとかさ、台の上に置こうよね、ね。あ、アイナくん。ちょうど DIY の最中で、楽しくてつい没頭してたよ、まさしく。何作ってるの？今は書類の山を作ってる。書類の山を作ってる。どういう？この間夜空を見たとき、僕の頭の中にビジョンが降りてきたのさ。特別にレクチャーしようか。ライオネル流、書類の山の作り方を。まあ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 。紙を山積みにすればいいだけな気がするけど、お願いします。あ、心配しないで。ちゃんとメモしてあるから。これさえ見れば大丈夫だから。これさ、自分が渡した道具を調べたらなんか、それについてコメントしてくれたりするんかな。アイラくんもぜひチャレンジしてみてね。まさしく。でも、書類の山、良さげ。部屋作るのにね。ふんふん。書類の山のレシピを覚えた。どんな感じ？書類の山。ログハウスの壁いいね。書類の山。これもなんかいろいろ、あれじゃない？リメイクできそうじゃない？散らばった紙が必要。その散らばった紙のレシピを教えてくださいまし。教えてくださいまし。ね、これこれ。うわ、コメントなし。マジかよ。あ、なにこれ？電気つく。おしゃれめっちゃおしゃれやん。いいね。ケケボレロ。ふんふんふん。中身は？何も入ってなーい。あれかな？物作りに集中しとるときには何も反応してくれんとかかな？でもこういう感じでレシピ、なんかレシピ増やしていけるのはいいけどさ、そのレシピのものを作るためのものがなかったりとかするんよね、いろいろ。ちゃんとゲットできるのかしら。だまー。あ、これ前私が買ってあげたやつじゃない？ね、そうよね、きっと。え、かわいいかわいい、似合っとるよ。良きだね。入り口でそうやって歌うのは何なの一体。歓迎？歓迎の歌？急に遊びに来てくれるなんて素敵なサプライズですね。よ。お話ししよう。昨日は随分いろいろなことをされてみたいですね。私もエルさんに負けないように充実した一日を過ごせるように頑張りますよ。みんなどこからそういう噂を聞いてるんだい？ね、キッチンとか使ってる？システムキッチンってすごく使いやすいんです。プロの方が使われているのを何かで見て、私も真似しちゃいました。よ。そう、私もこういうキッチンがね、欲しいんよ。こういうキッチンをゲットして、そしたら本格的に作り出そうかなって思いよんよね。その、自分家のキッチンを。いいなぁ。くれんかなって。くれたらまあスカスカになるけど、ルーシーの家が。ね、なんかちっちゃいコンロならゲットしたけど、ああいうシステムキッチンが欲しいです、私も。売りに出されたら絶対買う。確実に。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。
また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、まあ、ようやく島の評価が星3に上がって、トタケギが来るってことやけん、めっちゃ楽しみにしとこ。これで来てくれたら多分、毎週来るようになるんよね。あの、飛び盛りの時と同じように。毎週、土曜日やった？金曜日やった？なんかそんな感じやったよね。週末。